ウィリアム・ホルマン・ハント、良心の目覚め。良心とは、自身に内在する、社会一般的な価値観に照らして、ことの可否ない自然学を図る心の働きのことである。英語では、コンシエンスと表記され、その語源には日本語のような、量を意味する部分はない。したがって、英語では、グッドコンシエンスや、イービルコンシエンスという表現が存在する。罪悪感が入り混じった、 複雑な感情の動きを、両親の過剰と称されることがある。両親は、それ自体は、規範意識などの情報の曖昧な相対であり、また善行をなし悪行を避ける心のことである。人間に関しては、生前説のように生まれながらにしてこの両親を持ち寄い、ことを好み役を嫌うとする説と、昭悪説のように生まれた時点では、両親は存在しないので教育によって、両親を芽生えさせ、 育てる必要があるとする説があるが、そのいずれにしても社会に対しては、この良心に従って行動することが求められる。特に良心の働きは個人的なものであり、これに従うことは自己に対する肯定感が増し、これに反すれば自己否定的になる。多くの場合で人間は自尊心の働きにもより、良心に反することを嫌う。また良心は普段無自覚である。 このような心の働きは、人が社会的動物として社会に関与する上で、自分の属する社会に益するよう働きかけるもので、あるが、その働き具合は個人によってまちまちである。また正義や道徳が社会の価値観によってもまちまちであるように、この良心の向かう先も文化など他の要素にもよってやや異なる。良心は時に他人に眼下されて歓喜したり、 あるいは目の前の状況に精神的なショックを受け喚起される場合もある。逆にやむに止まれぬ事情により、この両親に反する行動をあえて行う場合もある。両親自体は明確な価値観念ではなく、また、心情のように条文化することも難しい。ジークムントフロイトは両親を無意識における抑圧構造の文化的な作用だとしている。バートヘリンガーは両親を 集団に所属する権利の有無を知覚する感覚機関だと説明している。物語の題材としてこの良心を取り扱うものもある。例えばガれ的なものが何がしかの体験を通して良心に目覚めるレ・ミゼラブルやクリスマス・キャロルがある一方で羅生門のように生きるために逆に良心を捨て犯罪に手を染める物語も存在する。日本国憲法第76条第3項に 規定された良心について、日本の最高裁判所大法廷は1948年11月17日の判決で、有形無形の外部の圧迫、誘惑に屈しないで、自己内心の良識と道徳観に従う意味であるとしている。ウェブスター、S ニューワールドカレッジディクショナリー、3rd エディション、1997、P296、ザ・ホ e h ー l y Bible,、New. インターナショナルバージョン、1984、アクツ23、1、1ティモシー1、5、1ピーター3時21分、独知とは引くことバンク両親とは引く、ことバンクハット GHQ 総案1946年2月13日日本国憲法の誕生国立国会図書館。ありがとうございます。